はい、非常に攻守に特徴のあるチームだと思っています。まず相手の人に来るマンツーマン気味のディフェンスに対してですね、どうグループでかいくぐっていけるか、あそこが非常に大きなポイントになると思っています。今日は上位争いに絡んでいけるかどうかの非常に大きな試合だと思っています。
か、あの東京から東京コスコス、前回のマリノス何でしたやな、今日勝ってイルミネーションかな、もう一回言うけど、今日勝って上位争い、みんなに絡んでいこう、行こう、OK、セコン、試合配信で勝っておりましょう。ザッ！ありがとうございます。札幌荒野のキックオフで始まっています。3センターバックの中央岡村は左を狙ってきます。タッチを割っていきました。中に奥野も走り込んでいます。レオセアラも来ている。レオセアラ、松田陸、レオセアラかわしてシュートは、ホイッスルはならない。うまくシュートモーションからね、完全に逆を取ったような感じにはなりましたから、はい、残った足に対して中村の足がかかってるかどうかっていうところですかね。そうですね、PK です。決めました。緊張感のある PK、 レオセアラ見事2試合連続のゴールを決めています。桜のレオへ大きく一歩踏み出しました。香川が最終ラインと駆け引きしていましたが、その香川ターゲット、こぼれ球、カピチャーバが狙っている。左足、まあ、一瞬でもこう入れ替わるとね、大きなチャンスになりますから、はい、亀田が斜めに入ってきた。そしてフリーになった香川だ、クソユン。ハピシャーボすぐに投げた。レオセアラキープして、香川、香川、香川、パスを出す。ハピシャーボ左利きの選手です。クロスを上げる、ファーサイドヒット、ねじ込みました。スローインをクイックでね、山田が始めましたよね。相手マッツーマンでついてるんで、どんどんこうスペースが生まれてきますよね。中央に人が集まってますし、カプシャーバのボールもファーサードに流れたレオセラーをよく見てましたし、まあ、レオセラーのこう高さっていう生かすようなね、ボールの質でしたよね。少し相手のセンターバックが持ち時間長くなってますから、はい、加藤夢月、ここでホイッスルが響き渡りました。
はい、まず先制された時間帯、そして我々が同点に追いついた後の失点と、まず試合運びのところに今日は課題が出たというふうに思っています。攻撃のところはいいシーンも作り出せたと思いますので、あと守備のところですね、まあ、相手のロングボール斜めのボールに対しての警戒はしてたんですけれども、まあ、あの辺りの最終ラインのセットのタイミング、セカンドボールの攻防、そういったところのポジショニングであったり予測のところをもう一度全員でやっていきたいと思っています。はい、お疲れさん。はい、もう次やな、次に切り替えてやるしかないね。はい、どうも、お疲れさん。はい、お疲れさん。お疲れさん。Vamos jogar bem difícil, bem dolorido, pelo que estava aqui, a gente saiu atrás duas vezes, conseguimos empatar o jogo e no final acabamos tomando o gol. Um belo dolorido, mas dá para lamentar, descansar, trabalhar para ver se é o próximo jogo. Eu é feliz por ter marcado mais dois gols, mas como eu falei, triste para a derrota. Acho que eu preferia não ter feito gols e o time ter a equipe ter vencido, mas. Como eu falei, não tem tempo para lamentar, trabalhar e ver onde a gente errou para estar na posição na próxima vez. 特別な場所で サッカーのすべてを今感じよう。 A sustainable future. Yanmar.